よっしゃよっしゃいやスタッフくん何おいでちょっと待って何スタッフおいでマスクとサングラスつけておいで早くちょっと待ってはい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 スタッフくん何ですかあなたツイッターのあのアカウント作ったじゃないですかスタッフ君のああ作りましたね、はい、なんか2週間で、はい、1000人フォロワーが超えたとまず大体2週間ぐらいマジうんありがたいですねいやすごいね2週間ですありがとうございますいや本当に人気ですねやっぱねいやうんそうなのかなだって2週間で1000人でしょそれって早いかな早いんじゃないですかだからまあ、僕もね、うん、あなたがそうやって作って1週間か2週間でさ、1000人越すから、はい、俺も作ってやろうかなって思ってるわけなんですけどもう俺もね、超えるよ、2週間でえ何むしろ1週間で超えるよ2週間で超えて、悔しかったわけいや、ちょっと悔しかった普通になんか、悔しかった悔しかったじゃ悔しかったというか、ちょっと不安だった俺作ったら行くのかなってなった正直ああもともとただのファンだろうにいやそうだよそれよもともとファンのくせにって言ったら今調子こいてるよねなんかアカウント作っちゃいますとか言ってるけど調子こいてる面白いなまあでもよでもよでもよいいんじゃないちょっとスタッフにこんな顔も出してないスタッフにね確かに顔出してないよねそう1000人超えるからはいはい顔さしてる僕なら1週間で1000人いやもう5日で1000人超えるんじゃないかって思うわけなんですよねはいはいということで僕もツイッターアカウント開設しますおぉイエーイイエーイめでたいめでたいえでも一応なんか助けはくれるんでしょそのリツイートしてくれたりとかまあまあ僕のツイッターだってじゃないと分かんないよいやありえないよありえないよ一人でいきなり作ってユージ、まあ、かっこマイケル・ショージつったって言ったってさそれで一人でツイートとかするわけじゃん上がんないからさ、うん、でマー君にリツイートマー君って言うなマー君にリツイートしてもらわないとやっぱ上がらないのが僕らなんで、まあまあ全然いいんですよ。じゃあ面白いなっていうツイートをやっぱしてほしいな。面白いツイート？まあ1個目のツイートとか。あのあなたのインスタみたいにこう宗教っぽい感じじゃないのがいいね。ジオン大好き宗教みたいな。いやそうなんですよ。で好きで。ジオン軍みたいな。そうジオン好きでね、あの影響されて。デイジーの花とか描いちゃうんですやめてね、アイコン花とかにしないとねツイッターのやめてね、え、脇筋こんななんか宗教みたいな人いるのみたいななんで宗教なのかね宗教って言ってたうちの姉が言ってたなんか、ジオン目指してるのかなってあいやジオン目指してるっていうか、まあジオン好きなのかなってよく言われるそうだねうん、ジオン好きであんなの描いてんのそうだよっつってそうだね、そうだ認める方がいいですからね認めないのはさすがにダサいよダサいよそうだ、ね、そこはいい誰がどう見たってデイジーなんてジオンじゃないかな確かに普通にはい、ということでまあ、そっか今度からデイジータック書けばいいんじゃないデイジータックそっち書くんだそうそうそうドナルドの、あの感情さんを書けばいいんじゃないそんなクオリティないからねあ、そうなの、ね、言うて、花なんてほらちょんちょんちょんじゃんあ、そうなのだから書いてるだけで普通の絵描けっつったらね、無理ですからあ、確かに普通のアヒル描いてこれデイジーって言われてやばいやばいたぶんディズニーファンが叩かれるいやでもね、ネズミ描いてさなんか黄色いズボン履かせたらさミッキーって言えるくないあかんやろそれダメなのダメでしょだってアヒルにさ、青い帽子かぶせたらどなるぞだからさ、ダメでしょちょっとベロベーンって垂らしてるさ、犬にさちょこんって帽子つけたらグーフィーとかやばいでしょやばいでしょ叩かれちゃうダメなんだ気をつけてあんたが一番気をつけなきゃいけないそうなんだまた入れようとしてたからねあそうなんだ最初ドナルド入れるときにあアヒルに青い帽子かぶすドナルドってなるんじゃねってダメだねダメだったそれはあよかったねそれはそれで入れなくてね目標はどうする
目標はドンガイ達成っていう、わ成果、ファンの心理ってどうなんだろうね。それに合わせて目標達成してあげたいっていうか、いや、そこはええって言う。あ、逆にね、確かに逆にね、わかんない。俺もそれは思った、だってこういう動画出したら余計かもしれないじゃん。まあでもいいんじゃない。でも出して、うん、見てくれるからさ、まあまあ、今サブチャンでも見てくれてる人いっぱいいるから。そうですね、それはきっかけでいいと思いますよ、まあ、じゃあ期間とか決めなくていいんじゃない。まあどれだけいくのかっていう、まあ検証というか、うん、まあ1000人超えたタイミングでまたこの動画上げて、うわーっていうか、まあすごいなっていうせやな、どっちかだよね、うん、じゃあまた2週間後に会いましょう。いや、分からん。だから1000人行ったタイミングよ、それは。あ、俺がね、うん、1000人行ったタイミングで、明日もう明日には1000人行って、そう、これはね、おー、逆にね、行ってるかもしれない、うん、え、嘘でしょ、みんな俺のファンこんないるって考えていい？とかってなるかもしれない。逆にね、ついこの間までそっち立場よとか確かにそうじゃん、そうじゃん、本当に、本当、まあ調子こいてるんですけどね、本当に。これ YouTube ドリームです。いや、よろしくお願いします、本当に。あの、フォローお願いします。あんまツイートしないかもしれないですけど、頑張ります。韓国のことをツイートしたら、ああ、確かに韓国情報系、そしたら俺超える可能性あるよ。あ、むしろ韓国情報系、そうそうそう、韓国のこのカフェめちゃめちゃいいとかさ、一言前、お前めちゃめちゃ飯食い行くじゃん。うまい、それツイートしたら、だってこいつが選んだ店大っちゃうまい。そう、だから俺からしたら世界のあの、なんだっけ、渡辺じゃなくて渡辺、世界の渡辺みたいな感じのポジションだよ、韓国で言えば。あ、嘘。そうだよ。で、そういうアカウントにしたら多分伸びると思うけど、まあ、めちゃくちゃ。でも、あの写真、ここ2、3年で撮った写真なんですよね。いいよ、少な。え、どういうこと？少な。ここ2、3年で撮った写真を過去振り返って上げてるだけなの。だから、言ったらそんなちょっと。韓国っぽいものを撮って、なんかそれが。うわ。これが最高だって。ああ、なるほどな。そしたら仕事来るよ、Twitter の案件。逆に、そうだよ、ツイッターの案件とか、あの値段は言えないけど、ちゃんとお金入ってくるね。へぇ、そうだよ、そうなんだ、いいよ、いいな、それはいいな。そういうのをやっていくのがインフルエンサー。シャンプーやるか、職業ですから。シャンプーは坊主だから、シャンプーは坊主だからやった。めっちゃおもろいな、それ、あれはダメなのかな、一言プサンベンみたいな。一言プサンベン、いいんじゃない。いいよ、そういうの見てみんな覚えるかもしれないね。そういう系で、まあとりあえず韓国系で、いいんじゃない、うん、情報発信するでも、そうですね、なんでも1日1回、別に1日1回じゃなくて俺1日1回別にツイートしない。あ、そう、自分で縛りつけたくない。1日1回は俺結構ギリ。じゃあまあ普通で、うん、普通で、うん、とりあえず作ります。はい、じゃあとりあえずあのツイッター作って、スタッフくんの2週間で1000人という記録を超えます。はい、はい、はい、待ってください。あ、概要欄に僕のツイッターの ID も貼ってあるんで、ぜひフォローしてください。またフォローしない人は。ちゃんとや。はい、ちゃんとや。はい、毎回貼ってあるんでね、毎回。そうね。うん、毎回。お願いします。今日は4日目。4日目なんで、サナちゃんへのメッセージを考えて送りたいと思います。サナちゃんは、とりあえずまあ、サナ。サナちゃん、サナちゃん、開業。サナちゃんはちょっと港崎ジャパンさんからいろいろといいところを聞いてるので、それを港すぎるところ、たまに抜けているところ、でもしっかりするときはしっかりしている
これはまあ、いっぱい教えてもらってるんで、サナちゃんに関しては港崎ジャパンさんからしっかりしているところだ。さすがです。文がなんかぐちゃぐちゃな気がするけど、さすがです。あ、打てない、カメラ見て。さすがです。あ、間違えた、まあいいや。もう貼ってしまったけど、まあそれは置いといて、ちょっとここの点検したい。さすがです。ちょっと開業、あと面白いです、です。これからも、あ、やべえ、文字数応援してます。はい、ぴったりぴったり。これで貼ってみるところ、この点はいいか、ここに点を打つべき点、よし。でもしっかりするときはしっかりしてるから、さすがです。面白いですまあいいや、これでツイートをします。ということで今日はこんな感じで終わります。